次回予告。どうも皆さんこんにちは、公式サポーターの赤ペン滝川でございます。というわけで第2話、まさかの感動系でしたね。しかしこれは赤石の勝手な推理、真実は分かりません。でも皆さん徐々にドラマの楽しみ方が分かってきたんではないでしょうか。さあ来週の事件は20年前に起きた音楽教室転落死事件。この教室に通うライバル同士だった2人の生徒、1人は屋上から転落死、そしてもう1人は過失致死容疑で送検されました。確かに険悪な関係だった2人、でもそれだけで屋上から突き落とす、あと被疑者がすごく可愛い、赤石の妄想が大爆発。しかしそこに立ちはだかるのは殺害計画が録音されたカセットテープ。赤石はあらゆる角度から仮説を立てまくり、もう完全に仕事する気はありません。そんな時、資料室に突然やってきたのがこの謎の男。突如現れたこの男に赤石は翻弄されまくり。この男は一体何者なのか、新キャラ目白押しの大混戦。警視庁捜査資料管理室（仮）、次回もお楽しみに。